楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日はですね、派遣の品格2007年バージョンの特別編というのを今やっておりましたので、それを見てですね、派遣 VS 正社員ということをテーマにしてお話をしていきたいというふうに思います。派遣の品格という番組が2007年にやっていて、今年2020年の4月から、第2弾が放送されるはずだったんですけれども、今まだ始まってません。でそんな関係で、その2007年に放送していたものを、再編集というか、再放送といいますか、で放送してるんですよね。で、この間第3夜っていうのがあって、それを見てちょっと感じるところがありましたので、お話をしていきたいと思います。でその時の話はですね、バレンタインデーがテーマになっていて、バレンタインデー、チョコですね。でチョコレートの名店のシルスマリオという、メーカーと、その、この主人公がいるなんとか食品という会社が提携をしてですね、でバレンタインの特別イベントをやるっていうことになりました。チョコを置いて、それでそこ、販売をするっていうことですね。そういうイベントをするっていうことになりまして、で、臨時の派遣社員を手配してイベントに臨みましょうっていうことになったんですね。で、当日その派遣社員、臨時の派遣社員を集めて、説明をするわけです。今日はこういうふうにやりますから、こういうふうにして、ここでこういう、あなたはこの担当です、これお願いしますみたいな、こうやるわけですね。でそれを仕切るのが、派遣社員の大前春子だったんじゃないかと思うんですけれども、その人がいるのを見た、その当日に来たベテランの派遣社員が、あの人態度悪いから嫌い、人使いが荒いから嫌いっていうようなことですね。あの人から指図されるのは嫌だなと言って、有名人なんでしょうね、きっとね、大前春子さんが。で、嫌だなということで、急遽新人の森美幸さんに、あんたが仕切りなさいっていうことを、こう暗黙の無言で紙を渡してこう、やらせるんですね。でこの新人の森美幸さんが、こうこうこうでこうだからよろしくお願いしますみたいな、こう説明をしたりして、やってるんですけれども、あるところでそのベテランの社員が、なんだあなたも派遣ライフの派遣社員なんだと、正社員だと思ったのかもしれませんね。若いからあれなんですけど、若くても正社員だと、その指示を受けてやるっていう話になるので、正社員の人だと思っていたら、なんだあなたも同じ派遣会社の派遣なんじゃないっていうことで気がついて、であなたずいぶん張り切ってるみたいだけど、張り切ってるっていうのは、そのイベントを、ある意味仕切ってるわけですよね。本当は大前春子がやるはずだったんじゃないかと思いますけど、先ほど言ったように、あの人嫌だとかって言われてるんで、森美幸がやることになって頑張ってやってるわけですね。でだからずいぶん張り切ってるみたいだけど、派遣35歳定年説っていうの知ってる、35歳になるともう終わりだってことなのよみたいなこと言われちゃうわけです。で私36歳なんだけど、もう全然仕事ないのみたいな話をして、で周りの人とも同調して、どうせこういう臨時の仕事しかないんだよねみたいな話をするんですね。で、どうせ派遣なんて雑用だから、若くて可愛い子しかいらないのよと、だからあんた今だけよっていうことですね。もう35になったら私たちなんか用なしになっちゃうのよみたいなことを言う、せいぜい頑張ってねみたいな感じのことを言われてしまう。でそれを聞いて、新入社員でもあり、社会人から、学生から新社会人になったばっかりであり、働くっていうのはどういうことなのかっていうことを今まさにこう初めて経験しながら学んでいる、新入社員であり新、派遣社員でもあるこの森美幸は、こういうことを先輩に言われて、このまま派遣社員としてやってっていいんだろうかと、このままこうどういうふうにしたらいいんだろうとかって言って、一つ悩んじゃうんですね。でそれはそれで、ちょっと物語は進んでいくんですけど、ここで派遣のベテラン、35歳定年説っていうのがあって、そんなのあるんだ私どうしようみたいな感じで、この新人の、派遣社員はちょっと悩む。で、それはちょっと置いといてですね、話が進んでいくんですけど、そしてそのイベントが始まるということですね。でイベントの会場ではチョコを並べていて、で、この、通っていく人に対して、今イベントやってるのでチョコいかがですかみたいなアナウンスをして買ってもらうということでやってるんですけれども、ここで大前春子とこの庄司主任ですね、2人のバトルが勃発してしまうんですね。なぜかというと、この大前春子がこのアナウンスをウグイス嬢を昔やってたっていうことがあったので、急遽ちょっとこの大前春子がアナウンスをすることになるんですけれども、そのアナウンスの中に、なんだっけな、会社の同僚とか上司に送る義理チョコ、それから友達に送る友チョコ、いろんなチョコがありますっていうようなこう話があって、その友チョコの後に、人生いろいろな人に送る島倉千代子みたいなのがあって、
でこのダジャレがこの庄司氏には好きなのでそういうの原稿を入れてあったんですけど、でそれを読むのがこの大前春が嫌だとっていうことで一回飛ばしちゃったんですね。で、勝手に、まあ、原稿が書いてあるんですけど、その、いろんな人生いろいろな人に送る島倉千代子を、飛ばして読んだと。そしたら庄司主任があんた今ちょっと飛ばしただろうと、原稿何飛ばしてんだと、言ったらこの大前春子がくだらないのでカットしましたと、むすっとした感じで、原稿がくだらないのでカットしましたみたいな感じで言うので、なんだこの野郎みたいな感じでちょっと やり合っちゃうことになるわけですね。これが大事なんだよみたいな感じで、でそれを見ていた里中さんが、ちょっとまあ2人と落ち着きましょう、じゃあちょっと休憩しようつって休憩室に連れてったんですけれども、争いはまあ収まらないわけですね。で、まあテーブルの休憩室にあるテーブルに座って、まあ、お茶でも飲みながらちょっと、まあ、落ち着こうよつってお茶を里中さんが入れてるんですけど、そこで、まあ、庄司さんが、まあじゃあちょっともらったチョコでも食べるかな、あんたもさ派遣のたしなみとしてチョコの一個でもくれたらどうなんだろうねみたいなことを言うわけです。でそれに対して、大前さんが、派遣にとってバレンタインは年に一度、ああ正社員じゃなくてよかったと幸せをかみしめる日なんですと、会社にずっと居続ける女子社員のように義理チョコを配らなくてもいいから、だから派遣社員はああよかったな、今日は派遣社員、今日だけはバレンタインは派遣社員でよかったなって思える日なんだとかっていうわけですね。でそれにカチンときてですね、まあいろいろ話すんですけど、そのなんでその義理チョコだって会社を回す潤滑油だとかっていうわけですよ。で、バレンタインでもらったら3倍で返すんだとかって言うんですけど、まあ、3倍返しでもらったって、センスのないハンカチでどうのこうのとか言って、まあやり合うわけですね、バトルが。で、大前春子が言うんですけど、大体、派遣社員は1ヶ月後のホワイトデーまでいられる保証があるわけじゃないんですと、まあ、正社員はずっと基本的にはいられるでしょうけど、派遣社員っていうのはまあ3ヶ月ごととか期間が決まってるので、2月14日はいて、で、チョコをあげる側としてはあげるかもしれないけど、お返しをもらえるそこまでいられるわけじゃないんですよと、いられるとは限らないんですっていうことを言うわけですね。でそれに対して庄司さんはでもそんなこと言ったってお前たちは好きで派遣やってんだろっていうことを言う。で大前春子がいや、好きでやってるとは限らないんです、いろんな事情があるんですよ、みんなそれぞれ事情があってやってるんですっていうことを、言うわけですね。で、まあいろいろこうやり合っていて、大体お前みたいに残業もしないやつが偉そうに言うなと、だんだんエスカラートしてるわけですね。もうどんどんこう頭に血が昇ってカーッと来てるので、どんどん言ってしまう。大体お前みたいに残業しないやつが偉そうなこと言うんじゃない、会社のことなんか何も考えてないのに、でお前みたいな派遣なんかいらねえんだよとか、まあ言ったりするわけです。どうせ会社のことなんか考えてないのにとか。で、でもまあ仕事ができちゃうんですよね、この、大前さんは。で、派遣が正社員より仕事ができちゃっていけないんです、できちゃいけないんですかとっていうのは、まあ売り言葉に買い言葉みたいな感じでカチンとくることをいろいろこう言って、バトルがどんどん盛り上がっていっちゃうわけですね。で、そういう盛り上がっていったところで、この大前春子が言います。悲しいことにキャリアを積んだ真面目な派遣から切られていくんです。どうせ派遣なんか信用してもらえない、どうせ私なんか真面目に頑張ってもしょうがない、そういうやる気のない派遣社員ばかりになっていいんですか、困るのは使う側のあなたたちじゃないんですかっていうことをまあ言うわけですね。でそれを言われて、庄司氏、里中主任がもうその通りだっていうことですよね。で庄司さん、さっきの発言を撤回してくださいということを言って、庄司さんもしぶしぶ分かったよみたいな感じになるんですけど、また余計なことを言う、余計なことというか一言ちょっとつけちゃうんです。分かったけどよ、あんたも人間らしいスキルを身につけたらどうなんだよと、気配りとかさみたいな、まだなんとなくその気配りでチョコをくれみたいな感じのことですよね、チョコを配るぐらいのことやれっていうようなことをまだ言ってるわけです。でそれに対して、そんなに義理チョコが欲しいんですか、福利厚生もボーナスもない派遣社員にたかるのは間違っています、大体私たちはモテない社員の癒し係ではありませんというようなことを言って、まあ結局バトルが続くんですね。でもうそろそろ仕事に戻ろうっていうことになったんですけど、そこで気がついたら、なんとマイクが、そこにマイクが置いてあったんですけど、マイクのスイッチを切ってなくて、そのマイクから、そのバトルの様子が全て会場に流れていたんですね。で、そのやり取りを聞いていた、人たちが、チョコを買わずに帰ってしまった。そこでチョコを買いに来てた人だ、派遣社員の女性が、多かったっていう設定なんですね。なので、派遣がチョコなんかあげなくたっていいよねみたいな感じになって、派遣社員がチョコを帰らずに帰った。
で、一回チョコを買った派遣社員もやっぱり私たち返品しますみたいなことになって、みんながチョコを買わずに返品したりして帰っちゃって、結局、まあ、どん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 こうみんなが帰っていくところにこの大前春子と庄司が出てってすごい焦るわけですね。で結局最後は大量に売れ残っちゃってチョコが、ね、残ってしまって、まあ、大変なことになるというような話なんですけれども、でそれはそっちの方はですね、まあ、あのその後、大前春子のスーパースキルで、まあ、問題は解決するんですけれども、まあ、そんな問題が起こった。で、そっちはその、今日は私にとってあんまり重要じゃないのでちょっと流しますけれども、でこのイベントが終わって、ベテランの派遣社員とかが今日のイベントが終わったから、まあご苦労様でしたということで帰るわけなんですけど、その帰る時ですね、このベテランの派遣社員が、森美幸に対して、まあ、言うんですね、あの徳永はどこ行ったのと。徳永っていうのは大前春子ですね。で、お前さんは、まあ、今ちょっと出かけてるんですっていうようなこと言ったら、じゃあ言っといて、あの人が正社員とやり合ってるのを聞いて、なんだか元気出てきちゃったと。私もう一回真面目に派遣やるわと。どうせ派遣なんて言ってたらずっとこのままだもんねっていうことで、この人は36歳で、まあ、35歳定年説というのと、まあ、言っていて、35歳を過ぎると、まあ、仕事がなくなるんだと。でもうどうせ私なんかも定年終わった後だから仕事なんかないのよっていうような感じだったわけなんですけれども、大前春子が正社員と、庄司主任と戦ってるバトルをやってるのを聞いて、自分がもうそのどうせ派遣なんて思ってるんじゃ、ダメだから頑張ることにしたと、いうことなんですね。で、まあ、それで帰っていくわけです。で、まあ、ここでこう大事だなと、まあ、思うのがこの大前春子の長かったセリフなんですけども、悲しいことに、まあ、キャリアを積んだ真面目な派遣から切られていくんです。どうせ派遣なんか信用してもらえない、どうせ私なんか、真面目に頑張ってもしょうがない、そういうやる気のない派遣ばかりになっていいんですかっていうところですね。これはその何も派遣社員ばかりじゃないんですよね。この派遣のところに、いろんな言葉が入る。どうせ俺のことなんか信用してくれないだろうと、どうせ俺なんか真面目に頑張ったってしょうがないんだよっていうようなことですね。これは正社員対派遣だけじゃなくて、上司と部下、社長と部下、社長と社員みたいなことも入ってくる。これはまあどっちもどっちっていうか、あのどうせ派遣なんかみたいな感じで思ってしまう働く側の、まあ、あの方の意識っていうのも問題が、まあ、確かにあります。このベテラン、さっきのベテラン社員が、ベテランの派遣社員が、どうせ派遣なんてと思ってちゃダメだもんねって言って、これから頑張るわっていうふうに、本当はどんな状況であっても、頑張って努力していくっていうのが、まあ、正しい姿だと思うんですけど、でも人間そんな正しい姿にいつもなってるわけじゃないので、いろんな周りの環境によってもうやってらんねえよこんなことってなるのが、まあ、人間ですよね。で、そうなってもでもこうそんなこと言わずに頑張ってやろうと、真面目に頑張ってやってればいいことがあるよって自分に言い聞かせて頑張っていくべきなんですけど、でもいろんな置かれてる環境とかによってはこんなとこで頑張ったってしょうがねえよっていうふうに思ったりする。かといってどっか別の場所で働くってもそれもまたなかなか転職するってのもまあ簡単ではないんで、ここで働き続けるしかないけど、でもここで頑張ったってしょうがないんだから俺は別にもうそんな頑張んないで適当にやっとくよと、給料もらえればいいんだよってなっちゃう。でこれはそのまあ繰り返しになりますけど、そういうふうにどうせ俺なんかだから適当にやっとくんだよってなっちゃってる社員も社員です。でも原因と結果で、何が原因で何が結果かは分かりませんけど、そういうふうにさせちゃった上司だったり社長だったりもいるってことです。まあこの派遣社員のあれで言えば、正社員の側が派遣なんか雑用でっていうふうに使っていると、だん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 そういうふうに扱われてる派遣社員は、どうせ私なんかどうせ派遣なんかこうなんだって思うようになるわけです。それと同じことで、まあ、社員に対して正社員だとしても、お前なんか どうせできねえんだよとか、まあ、お前もう期待してねえよみたいな感じで扱うと、どうせ俺は期待されてない、信用されてないから、まあ、適当にやってきゃいいんだってことになっちゃうんですよね。でこれはまあその繰り返しになりますけど、しつこいですけど、まあ、派遣社員と正社員だけの関係でこう起こるわけじゃないってことなんですよね。むしろまあ、結構重要というか重大な問題は、正社員と、その会社の上司とか社長との間でこういうことが起こっていて、一見するとでも、まあその面と向かってこの大前春子のようにですね、残業はいたしませんとか、あなたの言うことは聞きませんとか、クビにするならなさってくださいみたいな感じで来る人ばかりではないっていうか、むしろ来ない人ばかりなんですよね。
そういうのは胸にしまっとく、腹の中にしまっとくわけです。で一応表面上は従ってるように見えるんだけど、でも心の中では、まあ、どうせ信用してないんだろう俺のことなんかっていうような感じで、まあやる気にならない、とりあえずなんとなくこなしておく、最低限のことだけこなして済ませるみたいなことが起こるんです。で、表面的にはすごい問題になってなくても、実際は社員が、すごい力を発揮できるはずなのにそれを発揮しないで、まあ、腐った状態になってるっていうことですね。でそういうことが起こりうるっていうことなんですよね。なので、まあいろいろ考えておくべきなのはこの、どうせ派遣なんかみたいなことをこの、思わせないように、まあ、上司とか社長の立場はであれば、相手を信用して、真面目に やればきちんと成果を上げてくれるんだっていうことを期待して、いろいろ、まあ、大切に扱っていくっていうんですかね、扱うっていう言葉も表現も良くないですけど、まあ大切に、大切な人材だと思って接していく、そういうことがまあ、それは別に人間としてなんとかっていうことではなくて、会社の戦力になってもらうっていう、まあ、ある意味そういう手段としてもそういうことが重要になってくるんじゃないかというふうに思います。で、まあ、今回の、正社員対、大前春子の対決ですねのところには その、そういうこう、使う側雇う側の、まあ、態度に問題がある、おごりがある、そういうようなことが、ある可能性がありますので、そういうところをちょっと見直してみる、きっかけになるんじゃないかなというふうに思ったりします。で、2020年版の派遣品格っていうのも、まあ、注目なんですけれども、まあ多分おそらくですね、新たなこう働く人、派遣社員とかですね、働く人にとっての課題、まあ、働き方改革とかハラスメントもこの2007年の頃よりもいろいろうるさくなってきてますので、まあ、そういうところもテーマになったりとか、するんじゃないかと思うので注目なんですけれども、いつ始まるかは分かりません。でも始まったら、まあ、ご覧になっていただいて、働いてる人の気持ち、働いてる人はこんなこと考えてこんなことで悩んで働いてんだなっていうのを感じつつ、上司として生かすとか社長として生かすとか、あるいは同じ働く立場であれば、私はこうやって頑張ろうとかっていうふうに、まあ見ていただけたらいいドラマなのかなと、まあ、そんな難しいこと言わずに、楽しめるドラマではあると思いますけれども、まあ、注目かなというふうに思います。ということで今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。